武井デリコ店チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、昨日ですよ、僕 TikTok をやってるんですが、 TikTok ライブ生配信ね、それで、昼12時から夜8時まで8時間ぶっ通しで喋り続けます、ずっと配信し続けますっていう売り文句で始めたんですよ。それでこの TikTokライブをやりながら、まあもうこの YouTube 武井デリコ店チャンネルの中でもまあいろんなアンチコメントもあって、でトニー谷さんのことでいろいろこう、アドバイスもあったりとか、そのまあちょっとねアンチ的なことがあったり、じゃあそれを物申すならその TikTok を8時間やるんで、そこにこう小窓で上がってきてくださいと、で、こう、直にこう、やり取りしましょう。みたいなこともコメント送ってて、さあ、いざ、昨日、12時、いろんなネタを用意してね、もうギターで曲を用意したりとか、まあ、滑らない話のテーマを20個ぐらい作ったりとか、一発ギャグとか、漫談別の部屋でマイクを置いて、漫談をネタ10本用意したりとか、8時間ぶっ通しで、ど素人がうだうだ喋るっていうことじゃなしに、プロとしてもうびっちり8時間の番組をやったろうかなと思って、やってたんですよ。そしたら、ものの40分、12時45分ですよ。ある若い子がなんか小窓に上がってきて、何してんのって、ペンキ屋さんか、ここらペンキ違うよ、これは衣装です、服です、何やってんの、土建屋です、そうか俺も親父のもう土建やっててな、ってパーンって消えたの。そこでバーンになったの。バーンっていうのはもう途中で配信あなたはできませんって、こう運営側が止めるわけよ。どういうことやねんと。ほんでそこにバーンされる理由っていうのは、いじめ発言とか誹謗中傷とか一切言ってへんし、そんなことも言ってへんし、ほんで俺一回バーンされたことあるんですよ。それもは大阪のある芸人のこと知ってて、その芸人の名前を出してきた、その見てくれて、TikTok を見てくれてる子が、その芸人のエピソードでちょっとこうエロビデオのネタを言った時にバーンとバーンされたの。で、まあ、下ネタの話、あ、こういうのでバーンされるんや、と。でも、後々考えたら、これって誰か通報する人がいてたりとか、そういうのでバーンされるみたい。だから、冷静に考えたら、俺も TikTok のライブで、名前言おうか、土屋くんとか、今ちょっとバズってる子21の子、オラオラ系で、それにも小窓に上がったりして、僕のファンたちが小窓に上がってとか、どんな上がってこうやり取りして、それが結構面白いとか言って、土屋君を見てた、ファンたちも僕のファンになってくれたりとか、そんでセッキー君から、その子はもうちょっといじめられキャラで、それも、小窓に出て、で出たらやり取りが面白かったみたいな切り抜きで動画でやられたりとか、そんなんしてて、でそういうの出てて、こんだけ見てくれてる人がおるから、だんだん視聴者も YouTube も増えてきて、 TikTokもうちょっとこう盛り上がって、目標、今10人とか15人しか見てへんから、100人見てもらうまで8時間やるわみたいなこと、100人いけるんちゃうかみたいなノリになってて、やってたらバーンですよ。なんやねんこれと。ああ、そういう言葉も気ぃつけなあかん、なんか気がつかないままに誹謗中傷とか、いやでもそんな言ってるっていうか、ようよう考えたら、その土屋くんとか、お前よクソ貧乏人がよとか、陰キャがよとか、あんだけ言うててバーンにならへんのに、なんで俺のこれちょっとで、これはなんか裏があるんちゃうかと、なんか意図的に俺バーンされてるんちゃうかなって、そんで思い起こしてみたら、その前バーンされた時の、芸人の後輩の芸人の名前出されて、その話のネタをするだろうって知ってたやつがなんか降ってきたような気がするの。おう、なんか意図的に見えてきて、ほんで今回のこのバーンは全く、見てる人も、今の武井さんバーン意味わかんないですよねとかいうコメントも来たりして、これは何なんやと。そんで、下手したらその運営側が、土屋君とかそういうことの、それも相手にもしてないだろうし、そういうわけじゃないけど、意図的になんかこう、
バーンして配信できへんようにしてるのちゃうか。そうしか考えられない。だって、お前よとかよ、クソババアがよとか、そんなこといっぱい言うてるやつが一切バーンにならない。っていうのおかしいやん、それ。ほんで、それは、なんか自分でも、彼も言ってたけど、俺は運営側と繋がってるからバーンにならねえんだよ。金があるからだよ。そら、これ、TikTok ってなんやねんと。だから、その、まあ、他の芸人たちも、こう、自分のペースでこう やってるよ。俺もこう、自分のペースの中で、プロとしての、表現としてこういう場を与えてくれて、で、運営者側にもこうギフトを視聴者からこうもらった時に運営者側も利益になるし、そういう部分の中で仕事としてちゃんと成立するかな、この自分の芸話術で、そういう違った意味の、引き付け方じゃなしに、芸として引き付けて、これが成立したら、新しい武井照彦が見せれるんちゃうかというチャンスを与えてくれてって言って一生懸命やろうとしてたのに、このバーンっていうのは何なんやろうなと。ほんで4月の14日まで配信も、ほんで誰かの小窓にも入ることもできないんですよ。まあまあそれはまあ仕方がないことやけど、なんかでもなんかそこに公平性を感じなくて、それでもう一つ名前は言われへんけど、土屋くんの逆バージョンで、マー君っていう子かな。なんか、さったま1000万か2000万ぐらいこう持ちながら、小窓に上がった人は、お金をあげるよ、ペイペイで払ってあげるよ、みたいなんで、土屋くんの逆バージョンで、俺はギフトなんかいらねえよ。俺は逆に提供してあげたい。こっちがギフトを投げてあげたい。みんなこれで1万円でももらえたら助かるだろうって。俺は金があり余ってるからっていうやり方したときに、ほんで見た目もなんかポチャっとしてて、ああ、すごい、ああ、新しいやり方やし、あ、気持ちのいいやり方やなって、思ってたんですよ。ほんで、俺もこうずっと見てたんですよ。ほんで、昨日、一昨日か。もう一回、それからずっと上がってなかったら、もう一回見たんですよ。そしたら、まあ、札束案の定を見て、ほんでやっぱアンチコメントとかもいろいろこの、そんな札束の持ってみたいな、何がいいのみたいなことに対して、いや、おめえはできねえだろって、それだけ答えはあって、悔しかったら、この札束持って小窓に上がってこいよ、とか。ほんで、俺関西人嫌いなんだよね。関西人って何言ってるかわかんねえし、とか。いろいろこうディスってるんですよ。俺やってることお前土屋くんと変われへんやないかって、2回目で全然君あかんよなって思った。っていうか土屋くんよりあかんよって、土屋くんは何にも裸のままで戦ってディスって引きつけてる。君は金をもらえる、あげるかもわからないという金というものを見せつけて人を引きつけてからでないと、君の、俺嫌いなんだよねって賛同してくれる人もおらんっていう、もっと寒いやつやんけって俺思って、お前かっこ悪いねって、なんかそういう人をなんかバーンにならないっていうか、関西弁嫌いなんだよね、何を言ってるかわかんないし、大阪万博なんか誰も関東の人行かねえよとか、それ完璧に誹謗中傷やんけ。関西人の人、どういう風な見方で見てんねん。失礼やろよって、俺もちょっと怒りが関西の人聞いたら腹立つと思うよ。で、そういうのを札束持って、こんな非常識極まりないことを、がバーンにならなくて、こっち真っ向勝負でやってることが、バーンにならすっていうの、これなんやねんと。これはちょっと物申したいなと思って、この僕のチャンネルに上げさせていただきました。まあね、僕はこのチャンネルが一番の僕のホームグラウンドであるし、僕のチャンネルで僕を表現する場でも3年近く毎日配信して命を懸けております。これはもうやめません。売れてもやりますし、ね、ずっとやり続けます。ハリウッドザコシショウが言うてました。40代半ばで、遅咲きで簡単にこんな遅咲いたんじゃないですよ。それまで僕は10年ぐらい、みんながやる前から動画を毎日毎日上げたったんだ。努力が実ったんですよって。
そういうことなんやと思う。俺もそれを同じこと考えてます。努力してして、ほんで TikTok もただの、そういうブームに乗っかりとか、そういうやり方っていうのは僕は武器やしできないし、そんでしたいとも思わないし、自分の武井照彦という喋り、この喋りだけでどうやって人を引きつけるかっていう場所にTikTok も使わせてもらったっていう、こう、なんかそういう、ど素人が発想する、感覚でやってるわけじゃないんで、そういう意味で武井照彦と看板だ、芸人として命かけてやったの、急に、バーンやって。腹立つわ、ほんま。な。俺自身、バーンはとっくにされてるんやけど。その扉を思いっきりこじ開けて、なんかね、よくわからん公平性がないっていうのが何につけても見えてくるっていうのは何なんやろ。特にもう芸能界なんか特にそうなんやけど、特にそういう部分で TikTok とかさ、素人も参加できてとか、そういうことでみんないろんなことがこう表現できて、これが公平性がなくなってきたり、一緒やんけみたいに思ってきましたね。まあでも3月14日過ぎて、まあ今のところ予定では3月15日に、8時間ぶっ通しライブを、TikTok でやりますんで、ぜひ皆さん見てください。